水原一平氏が大谷選手の銀行口座の設定を変更か、ニューヨークタイムズ氏。水原氏が大谷の銀行口座の設定を変更し、大谷が取引に関するアラート通知を受け取らないように変更していた証拠をつかんだ。当局は水原氏が450万ドル以上、約6億8000万円の金を盗んだ可能性がある証拠を確保した。水原氏は米国に極秘帰国、韓国からカリフォルニアに戻った水原一平氏は、飛行機を降りた後に、警察当局に呼び止められたとのこと。やっと経緯が明らかになってきたな。これが本当なら悪どいな。かなり手の込んだやり方やな。ギャンブル依存症だと全て見えなくなっちゃうんやろうな。なんということを、勘弁してくれよ。勝ってこそのギャンブルであって、勝つ人に上納するためのギャンブルなんてやめたらよかったのにな。これがマジならやばいことやってるやん。大谷の潔白は完全に証明されたけど、同時に一平が大罪人になってしまった。大谷を信じてたファンは本当に良かったな。とりあえず大谷の潔白が証明されそうなので一安心。ここまでやってたんかよ。言葉が出ないわ。これマジなら一平とんでもなくやばい人やん。一平とんでもねえことしやがる。なるほど。それで大谷のスマホに2段階認証で、通知が行かずに盗めたんやな。一平さんどうしたんだよ本当に。信じてたぞ大谷、どうやら嘘はついてないっぽい。やっぱり余罪がありそうだな。常習的に使い込みをしていた可能性があるし、大谷潔白証明できないものだと思ってたから、これは少しホッとしたわ。思ってた以上に悪質で草、さすがに計画的すぎるな。アメリカの判決だとしても、窃盗罪の額の大きさから懲役実刑でしょこんなの。人間って怖いな。切ないなぁ、このコンビ好きだったのに。時間が経てば詳細が明らかになってくると思うし、黙って待つしかないな。